皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。パリオリンピック代表に確定した卓球選手の張本美和選手。ご存知の通り、ご家族も卓球一家で有名です。今回は、改めて張本美和選手の生い立ちやこれまでの経歴について調べてみました。まずは、張本美和選手のプロフィールを見ていきましょう。張本美和選手は、2008年6月16日生まれ、宮城県仙台市の出身です。身長166センチメートル、血液型は O 型です。小学生の時から卓球の T リーグの木下アビエル神奈川に所属してトップ選手として活躍してきました。2021年から本格的に世界大会に出場するようになり、2024年にはパリオリンピック代表団体メンバーに選ばれていて、パリオリンピック出場が確定しています。2024年で高校生になる張本美和選手は、次世代の日本女子卓球界を背負う逸材として期待される存在です。張本美和選手の国籍は日本です。しかし2014年春まで中国人、つまり中国国籍でした。張本美和選手のご両親は父親母親ともに中国出身の中国人です。父親は四川省出身の張本優さん、チャンユー、母親も同じく四川省出身のチャンリンさんです。ご両親は張本美和選手、兄の張本智和さんが生まれる前に夫婦揃って来日しました。そして日本生まれの張本美和選手が6歳の時に父親の張本優さん、兄の張本智和さんと一緒に3人で日本に帰化して日本国籍となりました。そのため張本美和選手は現在中国人ではなく日本人として活躍しています。日本生まれの日本育ち、中国国籍から帰化して日本人になったというわけです。張本美和選手が帰化した理由は、兄の張本智和さんの夢のためです。張本智和さんは東京オリンピックで金メダルを取りたいという夢を持っていました。この夢を叶えるには中国国籍ではなく日本国籍が良いと考えたとのことです。そして同じように卓球をしていた張本美和選手も、中国国籍でいるよりも日本国籍になった方が卓球選手として有利に働くと考えたとのことです。そのため兄と一緒に日本国籍を取得することにしたと思われます。母親は中国人のままですが、それはおそらく将来の可能性を残しておくためでしょう。もしご両親が故郷の中国に戻ることになった時も、中国籍を持っていれば中国に住むのは難しくありません。張本美和選手は宮城県仙台市で2008年に生まれました。両親が中国出身の元卓球選手で、日本で卓球のコーチをやっていたことから、2歳から卓球を始め、前述の通り5歳に父親と兄と共に日本に帰化して日本人になりました。父親が立ち上げた張本卓球場を使った仙台ジュニアクラブに所属し、就学前の6歳の時には全日本選手権バンビの部小学2年生以下で3位、小学1年生の時には優勝しています。その後も年代別の大会で2年連続準優勝し、その後も年代別の大会で優勝を飾っています。2023年11月のパリオリンピック代表選考会の全農カップでは、日本のエース早田ひな選手を下して初優勝を飾りました。この結果を受けてパリオリンピック代表の選考ポイントでは張本美和選手は4位でしたが、中国人選手に対する強さを評価され、パリオリンピック代表の団体メンバーに選出されました。女子代表の渡辺武弘監督は、総合的に見て張本美和選手がふさわしいと、海外で勝てる選手ということで選出したと理由を説明しています。小学生の頃から平日で3時間、週末は4時間くらい練習しているそうです。両親が元卓球選手&卓球コーチで、しかも兄弟の張本智和さんはオリンピック選手。この環境で卓球の英才教育を受けてきたことを考えると、平日3時間週末4時間というのは思ったよりも練習時間が少ないと思うかもしれません。実は張本家は文武両道をモットーにしていて、勉強にも力を入れています。張本美和選手は小学生の頃から学習塾や英会話教室にも通い、勉強を頑張ってきました。勉強も卓球も頑張ることができる。しかも卓球は日本トップクラスの成績を幼い頃から残し続けているというのは本当にすごいことと言えます。張本美和選手の父親は張本優さんです。
四川省出身の張本優さんは8歳で本格的に卓球を始め、13歳で四川省卓球チームのプロ選手になりました。最高成績は中国の全国大会の男子ダブルスでの銅メダルです。同じく中国出身で、世界選手権で優勝し日本に帰化した卓球選手の小山千玲さんに誘われて1993年に来日し、小山千玲さんの練習パートナーを務めました。その後イタリアやカタールでプレーした後、1998年に再来日し、仙台ジュニアクラブの指導者として仙台を拠点に活動するようになります。その後当時交際していたチャンリンさんと結婚して一緒に暮らすようになりました。そして張本智和さん、張本美和選手の2人の子供が生まれ、2014年には中国国籍から日本国籍に変更して名前をチャンユーから張本優に変えています。今までの功績から2017年には ITTF スターアワードスターコーチ賞、2017年で卓球スターコーチ指名者に選出されました。2024年現在は女子ジュニアナショナルチームのコーチを務めています。張本美和選手の母親はチャンリンさんです。チャンリンさんは中国の四川省出身の卓球選手で、1994年には中国の全国大会で混合ダブルスで準優勝し、中国のナショナルチームに入ります。1995年に中国の天津市で行われた世界選手権では中国代表として女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスに出場しましたが、結果を残すことができず1996年に現役を引退しました。現役を引退後の1996年からは卓球マレーシア女子代表コーチに就任しますが、1998年には交際していた張本優さんと結婚し、宮城県仙台市に拠点を置いています。2003年には長男の張本智和さんを出産、2008年には長女の張本美和選手を出産して2児の母となりました。張本美和選手の兄は張本智和さんです。チョレイの掛け声で有名です。張本智和さんは2003年に仙台市で生まれ、2歳から卓球のラケットを握りました。現在は友和企画に所属し、卓球のチームは2022年からドイツの TTC ノイグルムと琉球アスティーダに席を置いています。小学1年生の時に全日本選手権バンビの部で優勝し、その後バンビカブホープスで無敗の6連覇を達成。2014年には父親と妹の張本美和選手と共に日本国籍を取得しました。世界ランキングの最高位は2位、2024年2月時点では9位になっています。2024年のパリオリンピック代表にも選出されていて、妹の張本美和選手と兄弟で出場することが決まりました。ところで卓球の国際大会サウジスマッシュが2024年5月6日サウジアラビアで行われ、女子ダブルスの平野美宇、張本美和組が1回戦で姿を消してしまいました。オーストラリア選手と香港選手が組んだ国際ペアと対戦しています。第1ゲームを8対11で落とすと、第2ゲームも8対11、後がなくなった第3ゲームは12対10で奪ったのですが、第4ゲームを落としてしまいました。平野美宇さんと張本美和選手は共にパリ五輪代表、張本は団体戦のみで団体のダブルスでペアを組む可能性があります。一方6日女子シングルスの2回戦が行われ、張本美和選手はシャオジエニーと対戦しました。3対0で勝利し、ベスト16へ勝ち上がりを決めています。1回戦では勝利したものの、リュウ・ギャンズー相手に大苦戦だったようです。2度のデュースにもつれ込むなど苦しんだ張本美和選手は、直前に平野美宇選手のダブルス1回戦で敗れた中、2回戦に挑んでいました。第1ゲームは張本美和選手が序盤からキレの良い動きで点を重ねました。ミドルをついてくるサウスポーの間合いに対応しつつ、コースをついた両ハンドでの攻めが冴え、11対7で先取しました。第2ゲームは互角の入りから、徐々に張本美和選手がサービス、レシーブで押し込み優位に立ちました。ジエニーの間合いを封じ、相手の良さを消す巧みな攻めが光り、11対2で圧倒しました。第3ゲームも張本美和選手の的確なラリーでポイントを重ねていたようです。4対1リードで相手のタイムアウトを引き出し、その後も相手を左右に揺さぶり圧倒していました。最後は10対3からバックサービスを見せる余裕も見せるなど、ストレート勝ちでベスト16へと勝ち進んでいます。
ところで張本美和選手は2024年4月から高校生となりました。学力が高いと言われる張本美和選手が選んだ高校が通信制だったので、どんな学校なのか気になって調べてみました。2024年4月から高校生となった張本美和選手が通うのは通信制の私立高等学校です。神奈川県横浜市にある星槎国際高校横浜は単位制通信制となっており、グループ校も多く全国に校舎があります。本部は北海道札幌市にあり、人を認める、人を排除しない、仲間を作るをモットーに掲げています。通信制高校となっていますが、通える通信制の高校としてイベントや部活動も盛んなようです。小学校の時は全国模試で1位を取ったほど学力が優れていた張本美和選手。しかし実際進学した高校は偏差値が0という噂があるので調べてみました。張本美和選手が通う星槎国際高校横浜は偏差値がないというのはどうやら本当のようです。一般的に通信制高校は学力試験がなく偏差値が設定されていません。実際に星槎国際高等学校の入試試験の内容は出願書類の提出、親子同伴の面接試験のみとされています。高い学力の張本美和選手がなぜ通信制高校の星槎国際高校横浜を選んだのか理由を考えてみました。まず大きな理由としては、今後さらに卓球に専念するためということではないでしょうか。2024年はパリオリンピックもあり、前後では合宿や国際大会も入ってきます。そんな大舞台に向けて卓球に集中する環境にするために星槎国際高校を選択したと考えられます。実際星槎国際高校にはスポーツ選手をサポートする星槎国際高等学校サポートコースがあります。このコースはスポーツ選手の今を大事にした個別のカリキュラムを組むことができるようです。自宅や遠征先から動画で学び、レポートを提出することで単位を取っていくという流れになります。スポーツ選手は海外遠征も多いので、校舎に通わずとも単位取得ができるのは魅力的でしょう。卒業生にはフィギュアスケート選手の鍵山優真選手もいます。張本美和選手が星槎国際高校横浜を選んだ理由として、自宅から近いということも考えられます。張本美和選手は2022年に神奈川県川崎区藤崎にある木下卓球アカデミーに入校しました。それを機に宮城県仙台市から川崎へ引っ越した張本美和選手。星槎国際高校横浜は通信制高校ですが、週に2回通うのが基本設定なのだそうです。張本美和選手もタイミングがあった時に校舎に通えるように横浜市にある星槎国際高校を選んだのかもしれません。さて、兄の張本智和選手は東京大会直後、拠点とする味の素ナショナルトレーニングセンターに戻って、父の酒井さんに銅メダルを見せると、パリ五輪への率直な思いが込み上げたといいます。もちろん父は喜んでくれたけど、金メダルだったらもっと喜んでもらえたかなという気持ちが最初に出てきた。自分も銅メダルを取れて嬉しいけど、銀や金の方が嬉しかったと確かに思った。今は手元にある銅でしか喜べないけど、3年後はもっと喜ばせたい、1ミリの迷いもない笑顔にさせてあげたいと思った、と語ります。国内外の大会でエースの貫禄を示してきた選考レースの期間で、5歳下の妹美和選手も急成長しました。張本美和選手は日本卓球協会の強化本部の選考により女子団体代表入りを果たしました。兄弟での五輪出場は日本卓球界で初の快挙となります。正直僕の中では2028年のロサンゼルス五輪で一緒に出られたらいいかなと思っていた。パリで一緒に出ようというのは多分僕も妹も両親もギリギリまであまり期待していなかった。選考レース終盤から少しずつ、もしかしたら、もしかしたらという気持ちで、いつの間にか選考対象最終の全日本選手権が開催された。1月を迎えて2月5日の代表候補発表を迎えていた、と当時の様子を語っています。その上で、美和との出場にはポジティブな心境しかない。自分も一緒に頑張りたいし、女子団体は高い確率でメダルを取れる、自分も取って兄弟でメダルを取ることを果たしたい、と抱負を語っていました。いかがだったでしょうか。今回は張本美和選手について深掘りしてきました。
張本美和選手は2024年4月からは通信制の星槎国際高校横浜へ入学しています。通信制の高校は学力試験がないため基本偏差値の設定がされていないことが分かりました。張本美和選手自身の偏差値は70から80と言われています。卓球に専念できる環境、高校は自宅から比較的近い通える距離というような理由から通信制を選んだと考えられます。新生活が楽しみとも語っていたようで、パリ五輪での活躍も期待できそうです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。